ヴィッセル神戸、本日優勝がかかっている11月、25日2023年ですが、淡井圭介本人、まあ、スタジオのところまで来てみたんですけども、まあ、入場は無理でしたね。まあ、これはこれで対応します。まあ、あらかじめメッセージを送っておきましたので大丈夫かと思います。皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2023年11月25日、18時30分、ヴィッセル神戸の関係者の皆さん、選手監督コーチの皆さん、優勝おめでとうございます。冒頭で、まあ、今日一応スタジアム行ってみたんですよ。で、まあ席用意してもらうのもらえるかと、あと、まあ、三木谷さんとかに会えないかなと。まあ、結局河川水門開式玉発電とかそういうことですね。三木谷さんだったら経団連とかそういうようなところとパイプあるでしょうから、どっかと話をしなかったら何も進まないんで、皇居行ったからといって進むかっていうと何の根拠もないんですよ。それ多分経済界と仮に岸田さんと会えたとしても、それ両方と会わなかったら多分意味ないと思う、もしかしたら。本当にその部分も込みで今日行ったんですけども、ヴィッセル神戸の、まあ、人たちへ今日メッセージ YouTube にアップロードしたんですけども、対応できませんでした。これできませんでしたでは済まされない話なんです。それ法律を理解してたら理解できるはずなんですよ。あと人としてもね。まあまあ、冒頭の映像でその証拠としてね、今日まあ入り口入ったところ、真正面のところの、バンダナ巻いてる男性の方ですね、首から、何かぶら下げてたので、自分の名前とか、この人だったら大丈夫かなと思って、自分の運転免許証を見せて、淡井圭介というものですけども、何か聞いてませんかということを聞いたんですけども、全然、対応してもらえなかったと。だから以前と全く同じパターンなんですよ。バンダナ巻いてる人、前も見たから、だから、その辺が神がかり的な力の怖いところで、同じことが同じように発生する。もちろんそこで働いてる、入り口の対応してる人の数が少ないっていうのがあるんでしょうけども、そもそもその内部の人間なのかどうか、こう喋ってみた感じでは、そのヴィッセル神戸の内部の人間じゃなくて、その人材派遣会社だとか、その、どう言ったらいいんですかね、その試合を行うにあたってのイベント会社って言ったらいいんですかね、そういうふうな関係者の人なのか、話が全然伝わってなかったですね。だからそれは選手の人たちから、淡井さんが来たら絶対通してくださいとか、そういうことをあらかじめ言っておくしかない。でそれは以前から言った、何回も、今シーズンの始まる時にもね、前のイニエスタ選手がいた時も。だからそれをなぜ守れないのかっていうところも、結局、各自がその河川水門開始ダム発電とかエネルギーの残存量問題、意識がいってるかいってないか、ここなのよ。本当にないでしょ。誰かが何とかしてくれる、ないから。本当に淡井圭介のスポーツ界へのメッセージ見てもらったら分かるから。はっきり言って政府も全然ずさんなの。各窓口の人とかになっちゃうから、自分の安定した給料をもらえるとみんなそうなっちゃうの。自分たちでどうにかするしかないって思ってる人はいないの。どこにいるの？じゃあ飲食店のその辺の人たちがそんな大きな話持ってきて対応できると思う？思わないでしょ。無理だから。で、じゃあ一公務員の窓口の人が対応できる？できない。そんな実力ない。なぜ今日行った時に僕を三木谷さんに合わせるような段取りをしなかったのかっていうところ。だから今日雨降ってる。ちょっとだけパラついてね。もともと晴れだったのに快晴で。で、その後快晴になってるでしょ。まあ、当然僕の方としては悲しいですよね。心苦しいですよね。で、河川水門開式ダム発電で、新湊川の、撮影、その後、歩きながら、まあ、撮影して、まあ、父親の家、まあ、介護の部分ありますから、様子見に行ってと。で、帰ってきた次第です。で、あとは、まあ、サッカー界の人たちにも、これメッセージなんですけども、なんでこんなに簡単なことができないの？本当に。淡井圭介さんが来たら、すぐに案内してくださいとか、案内する場所とか、打ち合わせしてる？どこのスタジアムでも。したらいいじゃない。
誰も何もしないじゃない。昔から何も変わってないじゃない。26年間。どうすんのよ、この事態。皇居行って、対応してくれる？今まで対応してくれたかって。その電話の一本もないよ、どこからも。状況見えてるかって全員、自分の命かかってんねんぞ。目と鼻の先やで。ガスの採掘可能埋蔵量と石油。もう言ったよ、今まで何回も。見てないお前らは悪いよ。それで社会人？二十歳過ぎたら18歳超えたら？社会人違うよ。そんなもん成人になったかどうかだけで中身が大人かどうか、その辺のところで変わるんだよ。おらへんのよ、この社会どこにも。そういうまともな人間が、99.9999% の人間がそうじゃないのよ。いないのよ、どこにも。はっきり言う。俺にもわからん。どうしたらいいのか。で、横浜 F マリノスに関しては、淡井圭介の力ずっと使ってた。これは答え。淡井圭介が打ち込んでた文章の内容とか、昔から淡井圭介の履歴というホームページは記載していた。まあ、ある一定の期間の時に大きく様々な内容のものを削除したけども、結局それらを横浜 F マリノスは利用していた。それは昨日の、VTR で確認した。シュート入らんようにしたから。当たり前やん。あいつら、淡井圭介の力ずっと使ってたんだったら、金払えよって。そんな甘い話どこにあんねん。どいつもこいつも嘘ばっかりの、賃金の支払いすらしない、無賃金労働者やないか。無賃金労働者をずっと扱ってた経営者側の人間だよ。君たちの生き方は。テレビで何回も散々放送しとやろ。そんなもん捕まってるよ。社長だろうが何だろうが。野球界も同じや。この辺ちょろついてしまいや。その中でも勝っていかなあかんかった状況や。そして今年ワールドベースボールクラシックも優勝したし、阪神タイガース日本一にもなったし、ヴィッセル神戸も優勝させと、淡井圭介しかできんかったことや。だけどもそれに対しての恩義を感じてる人間が一人もいない。結果と対応だけで物事見なあかんねん。誰が淡井圭介に手差し伸べて。いないよ、一人も。てめえが金稼いでたらよかったやろぞ。どいつもこいつも。途方に暮れてるよ。雨がパラついたの気がついた。俺の上空だけだったかもしれん。そこそこの範囲では、まあ、範囲としては、縦横って言ったらいいかな。平面で見て。まあ、1キロずつぐらいの範囲やわ。まあ、あの人たちから見たら、ヴィッセル神戸の、その対応者の人間がまともに対応しないなっていうこと分かってるから、だからもうああいう風な雨雲ができてたんだと思うよ。淡井圭介が喜んだ時は晴れるから。全ての日がそうじゃないよ。しっかり寝れたりしたら晴れたりするんだけども、それは睡眠薬を使ってる。基本的に無理やりスポーツ関係の連中らに起こされてるから、何回でも言っておく。頭の中でもそう思ってるし、心の中でもそう思ってるから、喋って言う。23時から翌朝の9時まで、その試合の時間帯はこちらはお断りや。自分の力だけで試合しよう。全員。どうせ勝たれへん。これが答えや。他者の力を上乗せされてきた人間の方が能力高い。絶対的にそうなる。もう一回言う。お断りや。
自分で試合をしよう。阿波井圭介のことじゃない。スポーツ選手のことや。阿波井圭介はスポーツ選手ではない。以上。金ぐらい早払え。